ティエはフランス、イルド・フランス地域圏、バルドマルヌ圏のコミューン。コミューン内には103ヘクタールの面積を持つティエ墓地がある。パリの南南東の7マイル地点に位置する。ティエには非常に重要な高速道路でパリ第二のペリフェリックの役割を担う A86、パリリオン間を結ぶ A6 の交差地点がある。N7 がコミューンの西境を通る。 コミューンの南西には、ラーシーセンのポンドランジスアイロポール、ドルリー駅があるが、ティエ住民の大半は、住宅地に近いショアジーイコールルイコールロア駅を利用している。ティエの名は、ゲルマン語の人名を、ラテン語化した、テオダクシウムから派生した。説がシラジのティとマイナスは、サンジェルマンイコールデイコールプレシュ動員の祭壇画に記されている。しかしこれはおそらく、フランク人の領域に、 テオダクシウムができた年代を表している。8世紀に書かれたプイエでは、町はダイズと記された。その後にはトゥーデイズと呼ばれた。1626年に印刷されたプイエにおいてはティーダスの名となり、1648年にはサイヤーズとなった。1692年、ある毛川商人はサイ,イーズと記した。どっちの入り口5世紀から一体は、 サンジェルマン・イコール・デイ・コール・プレシュド道ンの領地だった。9世紀には村の存在が知られるようになった。サンジェルマン・イコール・デイ・コール・プレシュド道ンはそこに143エーカーのブドウ畑を所有しており、1248年、1200リーブルの支払いを条件に、農奴たちを解放した。13世紀にのみ、カトリック教会から独立し自治を保ったが、その後は教会の所有となった。 世帯は個々に農地を所有した。1870年不仏戦争におけるパリ包囲戦では、ティエは激しい戦いの舞台となった。1929年に設置されたティエ墓地には、アルバニア初代国王ゾグ一世、詩人パウルセラン、作家ヨーゼフロートが埋葬されている。ありがとうございます。